津波襲来後のアリカ海岸津波に遭遇し、約400メートル内陸に打ち上げられたアセスはテレー。アリカ地震津波後の様子、イラストレーテッドロンドニュースアリカ地震は、1868年にペルー南部からチリ北部アリカ沖で発生した巨大地震である。津波などで2万5000人以上が死亡し、ニュージーランドや日本など太平洋の広い範囲にも津波が襲った。 9年後にはこの地震の震源域に隣接した南部で、行きけ地震が発生した。1868年8月13日16時45分、21時30分ともに、2、波18.6度、成型71.0度付近のペルジリ、海溝沿いで巨大地震が発生した。震源付近の有川は当時ペル領であったが、現在は、地リ領である。 この地震の有感範囲は広く及び、北西側1 4 0 0トル以上離れたペルーのサマンコ、東側ではボリビアのコチャバンバまで及んだ。8月25日までに約400回の余震が記録されている。この地震はナスカプレートと南アメリカプレートとの収束型境界の沈み込み帯で発生し、震源域では全長約6 0 0トルにわたって、 断層破壊が発生したと推定され、1604年の地震もほぼ同じ場所で発生しているが、1868年の地震の方がより広い範囲に断層破壊が及んだ。この地震によって発生した津波は52分後に第1波がアリカ沿岸に到達し12メートルの高さであり、最大波高16メートルは73分後であった。アリカ沿岸では、 死者2万5000人を出したとも推定され、その他の波行は、イきクで12メートル、タルカウアーノで5メートルであった。北米、カリフォルニア州のサンディエゴで高さ0.3メートル、サンフランシスコでも0.2メートルであった。さらに、太平洋全体に、波及、14日2時に、ハワイ島の広に到達し1.5メートル海面が、上昇、最大で4.6メートルに達し、 マウイ島では14日夜明けから海面の上下が見られ一日中続き、オアフ島では13日21時頃地元の漁師が潮位の異常に気づいた。15時間後の15日1時には、ニュージーランドのチャタム諸島に到達し家を破壊、人々は高台へ逃れた。日本にも到達し、箱館で2メートル、宮城県元吉郡と伊豆下田でも観測され、 那覇港では16の17回の津波が4時間続いた。マグニチュードは M8.5 から9.0と推定されるが、観測網が未整備の時代の歴史地震であり、また地震モーメントは7から10千 22nm、あるいは MW9.1 と見積もられている。津波マグニチュードはマウント9.0と推定されている。ありがとうございます。